はい、それでは見て強くなるソフトテニス塾の方を始めていきます。全日本ソフトテニスアンダー14男子トレーナーの東です。今日のテーマはサーブの体の使い方をやっていこうと思います。でサーブなんですが、いろんな方からリクエストもいただいてまして、サーブに必要なストレッチを教えてほしいとか、体の使い方を教えてほしいというリクエストが多くあったので、今回はサーブの体の使い方について説明をしていきたいと思います。サーブの体の使い方だったりトレーニングはいろいろあるんですけど、今日はタオルを使って実際にこう素振りをしながらやる方法を紹介していきたいと思います。で先にこちらのサーブの素振りのポイントをこちらに載せているので、こちらをご覧ください。でサーブの体の使い方のポイントなんですけど、まず一つ目が下半身のためをしっかりと使いましょう。これがまず一つ目になります。下半身のためっていうのは、トスを上げた後に足を、揃えるか、その場で足を開いたままためを作っていくと思うんですけど、ここの膝とかをですね、こう曲げて下半身にしっかりとパワーをためて、ボールに力を伝えていくっていう、その下半身のためっていうのが非常に重要なので、その素振りの仕方を教えていきます。それから2つ目が右足で地面を蹴ろう。これすごい大事です。ためた後に右足で地面を蹴らなきゃいけないんですね。これも後から詳しい練習方法というかやり方ですね。ためて地面を右足で蹴る、ね、こういう、右足で地面をしっかり蹴って、その蹴った力をボールに伝えていくっていう方法を素振りを通してやっていきたいと思います。それから3つ目なんですが、左手をうまく使う。ストロークの時も左手をうまく使わなきゃいけないんですけど、サーブの時の左手の使い方っていうのもあります。サーブの時に左手を曲げて畳んだ方がいいのか、振り下ろしていった方がいいのかっていう、この体の使い方についても少し触れていきたいと思います。今日はこの3つにちょっと絞ってやっていきます。下半身のためを作る、ためを作ったら右足で地面を蹴る、左手をどう使う、この3点にテーマを絞ってサーブの素振りの練習をしていきたいと思います。でその要点を踏まえた上で、皆さんは家で実際ラケット持って素振りしたり、今回なんでタオルでやるかというと、コロナ休みでみんな家からあんまり出れなくて、ラケットを家の中だと振り回せないので、タオルだったら家の中でもできるかなと思って、今回タオルでちょっとやることにしましたので、ぜひ家の中で暇してるよって方はこの動画を見て、短めのタオルを用意してちょっと一緒に素振りをやってみてください。それでは早速やっていきたいと思います。どうぞ。それではですね、実際にタオルを使った素振りの方法を紹介していきましょう。でまず最初に挙げた一つ目のポイントなんですけど、下半身のためを作るってやつですね。で下半身のためを作るっていうのは、トスを上げながらなんですけど、僕右利きなので右手でやりますけど、左利きの人は左手、逆で考えてください。右利きの場合は右足に体重を乗せて、左足に移動しながらトスをこうやって上げていくと思うんですけど、このトスを上げた時に足を揃える、もしくはトスを上げながら、その場で揃えないで足を広いスタンスのまま両膝曲げて、下半身にためをつく、膝を曲げるってことです。股関節まではサーブの時は曲げれないので、主に足首と膝をこのように曲げる形になります。トスを上げながら足を揃えて、しっかりとこの形を作ります。でちゃんと下半身で支える。この時にこうグラグラしてしまうと次の動作に入れないので、ちゃんと足をまず揃えて止まる。揃えないサーブの人はそのままここでしっかりとこの止まる形をまずは作る練習をしましょう。結構ここ大事ですね。ここでちゃんとグッてこう足首膝曲げてためを作れないと、次の右足で蹴るっていう動作に入れないので、まずは練習方法としては、しっかりここでためを作る練習を10回ぐらい、2、3っていうふうに、まずはこういう練習だけやってみてください。で悪いパターンと紹介しなかったので、悪いパターンの方も紹介していきたいと思います。でトスを上げて棒立ちになっちゃってる状態ですね。こんな感じで膝が全然曲がってなくて、このままこうやってるんです。ためができてないんで、あんまりこう次の動作に下半身から上半身っていう風にパワーを伝えることがこれだとできません。なのでしっかりと先ほどいい例のようにためをつく。ただこのポーンと上げて、あーいって言っても力強いサーブってないで、特に女子に多いですね。ただトスを上げてポンでラケットに当てるだけっていうサーブ、そういうサーブではやはりなかなか上に勝ち上がっていけないので、しっかりとためを作ってっていうのを素振りからまず練習していって、だんだんボールを打つ中にその体の使い方を取り入れていくといいと思います。まず一旦下半身のためが終わりです。で、次に行きましょう。続いては右足の蹴りについて説明したいと思います。
右足の蹴りなんですけど、先ほどの下半身のためがあって右足で蹴るっていう動作が入ります。下半身のためを溜めたパワーを使うために地面を右足で蹴ります。右足ポン、右足一本でやるとこういう感じですね。だから片足でジャンプするようなイメージです。右足一本でジャンプするようなイメージでラケットを振る感じです。実際にサーブの時には下半身のため右足で蹴る、下半身のため右足で蹴るっていう、動作になります。なんでためが、例えば悪いパターンはためがない状態からだと強く蹴れないですよね。ここからためがないから地面を蹴ろうにも蹴れないんで、ジャンプする時も一回膝曲げないと上に飛べないのと同じで、この時膝を曲げてためを作らないと上に飛べないです。なので先ほどの下半身のためがあっての右足の蹴りです。それから右足で蹴ってるわけですから、左足一本で、右利きの人は左足一本で着地しなきゃいけないし、左利きの人は右足一本で着地しないといけないので、やっぱり片足で体を支える能力っていうのが重要になってきます。しっかりと打ち終わった後にこの1本で支えれる、このグラグラしないようにトレーニングを重ねていく必要があります。まあ、それはまたちょっと別の機会にして、今回はしっかりと右足で蹴るということを滑る中で意識しています。これがポイントの2つ目になります。はい、最後はサーブの時の左手の使い方になります。左手の使い方は、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、今回教える使い方っていうのは、サーブをこう溜めて打つときに左の肘を曲げて体の前に残すパターンの使い方です。実際にやってみるとこういう感じです。左手を残します。これなんで残すかっていうと、左手が残ることによって体が前に突っ込むことを防ぎます。よく左手をこう下ろすパターンもあるんですけど、下ろしていくとどうしても体が前に突っ込みすぎてしまってバランスを崩したりとか打点が前に行きすぎちゃったりするので、それを防ぐために左手をあえて不良席に肘を自分の方に曲げて畳んでいって、あえて体が前に倒れていくのを防ぐという方法を今回は紹介しています。ただ左手を下ろしていく利点というのもありまして、左手を下ろしていくと左の肩が後ろに行くので右の手も振りやすくなるっていう理であります。だから振り抜きやすさを重視したい人は左の手を素早く下ろして、体が前に突っ込んでしまって、例えばサーブがネットにかかりやすい人ですね、少しこう前気味に突っ込みすぎてしまってるんで、そういう人は左手を残すやり方をお勧めします。正面から見てもらうと左手を残すパターン、左手を振り下ろすかという形になります。どちらにもメリットがあるんですけど、まずは左手をちゃんと残して体が前に倒れるのを防いで、体が前に倒れないっていう感覚をつかんでから左手を振り落としていくパターンに移行していった方が体は上手に使えると思いますので、ぜひ2つのパターン、サーブの際は残すパターンと振り下ろすパターンっていうのを覚えていただいて取り入れてみてください。はい、じゃあ最後3つのまとめをいきたいと思います。では最後に3つのまとめをしたいと思います。まず1つ目は下半身のためを作りましょう。2つ目は右足で地面を蹴りましょう。そして左手を残しましょうっていう3つのことをやりました。それを一連の流れでやると、下半身のため蹴る、左手残す、体を前に倒れるようにしていきます。ためる、蹴る、残す、こういう流れでサーブの練習をぜひやってみてください。そうするとテニスで大事なのは地面からのパワーをラケット、まあ今だとタオルですけど伝えていくってことが大事なので、地面からラケットにボールがうまく伝わるためにはこのためが大事になりますので、しっかりとした下半身の強化もそうなってくると必要になります。やっぱりここで下半身の筋肉が弱い人っていうのは溜めた姿勢を維持できなかったりとか、左手を曲げて上体を前に倒れるのを防ごうと思っても腹筋が、体幹がですね弱いと、やっぱり前に倒れていくのを制御できなくて、そのまま前に突っ込みすぎてしまうような形になってしまうので、そこで普段皆さんにお伝えしている下半身のトレーニングや体幹のトレーニングがこういう場面で生きてくるということをソフトテニスの選手の皆さんはぜひ覚えておいて、普段の筋力トレーニングに取り組んでいただければなと思います。はい、それでは今回はサーブの体の使い方についてポイントを3つに絞ってお伝えしました。まだ他にもいろんなポイントがあるので、それはまた別の機会にお伝えできればなと思います。
今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。